どうぞよろしくお願いいたします。こういうのに出るのは本当初めてなんで、なんか石田純一みたいな気分になったような気がするこの映画辛亥革命を起こした革命家孫文を主題にした物語なんですけれども、内田さんが今の日本に革命を起こすとすればどう変えたいでしょうか。それは菅さんに聞いてください昨日なんかテレビ見せたら官房機長官がいろいろ原子力のことを話してるのに、後ろの野郎なんかあの首の回転させてね、これもんで本当もう民主党電話してやろうかなと思ってずっとやってんですよ。その肩こりならサロンパスでも貼っとけって言うからねちょっと話が横にそれるけどごめんね。大丈夫ですよ、はい。最近やって嬉しかったのはちょっと今年になって某寿司屋で一人でまあ、寂しく、日本酒を飲んでましたら、まあ、まだガラガラだったんですけど、一人なんか男が横に一つ開けて座ったんで、しばらくしてからパッと見たら小泉純一郎して、おう小泉さんって言ったら、よう仕分け人とか冗談じゃないよ、俺仕分け人じゃねえよって言ってて。まあ今回地震でね、まあ、いろんな日本がちょっと大変な時に、まあ、ちょうどこのタイミングでいい映画だと思うんですけども、現地に行かれて実際どうでしたか。まあ、こそっと言ってる方もいますけども、俺なんか隠れようがないからね、もうロックンローラーっていうふうにして、まあこの募金箱を持って、それが少しでもまあお役に立てればなと思ったんですけどね。現地の人、まあ、いろんな人に言ったと思うんですけど、はい、ロックの大スターだってことを分かってたんですかね。いや別に俺矢沢じゃねえからそんな大スターって言われたのなんか石の巻行った時、はい、相当歓迎されてましたけども、その辺どうでした。歓迎というかね、もうなんか最初第一声はちょっとさすがに僕もすごく緊張しました。メンバーもね、なんて言っていいか分からないじゃないですか。その、うん、はいとも言えないしね。そうですよね。でも全員が小学校の前に並んで黙祷をしました。最後に僕が言いたいのは、自粛自粛ムードでね、このままだとやっぱ日本経済はもう絶対停滞してアウトになりますよね。だから俺が官とか民主党の偉いやつだったらね、最初の1週間だけは北海道から沖縄まで日本中隅々までがその藻に服せばいいんですよ、うん、ね。それで1週間後からは被災者の皆さん申し訳ないけど国のためを思っても普通の生活というかやりますというふうに、そういうふうにリーダーシップを取ればいいのにみんなね。だから未だになんかコンサートもやっていいのか、電気のこともあるからっていう、なんていうんですかね、非常に困惑しますよね、俺たちもね。あとはもうなんか照れてる芸能人やスポーツ関係いろんな人にも、もっと今照れてカッコつけてる場合じゃないからね。やっぱり日本中のショービジネスやスポーツの方たちこぞってやっぱりこういう運動をするべきだと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。